ジョーダンとフォースワン好きでインラインでもたまに買ってるんですけど、インラインモデル履いてると見下されて悔しいですなるほどね。インラインね、ジョーダンのインラインってどんなんやろ。あれかな、ミッドとかローとかってことですかね。 ABC マートとかでも扱ってるような、ああいうことですかね。あとフォースワンはあれですかね、白のやつですかね、とか黒とかのやつですかね。どうなんでしょうね、見下してるんですかね。僕いつも思うんですけど、そのスニーカーヘッズあるある一個言っていいですかね。スニーカーヘッズって目線めっちゃ下っすよね、喋るときこのスニーカーヘッズには、僕も含まれてます。人と喋るときにスニーカー見て喋ってなと、要するに足元見て喋っとんなというのに気づいてね、ちょっとなんかこれは人に失礼やなと思ってね、意識的にねやめるようにしてますね今ね。意識せえへんかったらやっぱり靴見てまうんですよ、友達の方の。特に同世代とかちょっと下の年のね、後輩とかの、スニーカーとかちょっと見てまう自分がねやらしいんですよ。こいつこんなん履いてるな、じゃあこういう系好きやろうなとかっていう、なんか分析するのね楽しいんですけど、ちょっと失礼じゃないですか。僕って特にスニーカーの話とか割とこういう YouTube でしてるから、スニーカーの価値というかね、割と分かってるというか、値段の相場とかも僕分かってるわけじゃないですか、ある程度は。そういう人になんかスニーカー見られるの嫌じゃないですか、みんな。だからね、僕失礼かなと思ってね、ミントコーっていう風にしてるんですよ。これみんな思いません？なんか堂々と見てくる人とか見下してくる人とかって、これ論外だと思うんですよ、良くないと思います。でもね、なんかね、僕ね見られへんように見てるとこありますね、正直。飯食ってるじゃないですか、でそこに、待ち合わせしてた友達来ると、で友達来た時におおって言って言って、で挨拶するんですけど、なんかあの友達がトイレに立った時にちょっと足見てまうみたいなちょっと靴何履いてるのか見てまうみたいなとかないですか。そんな僕んちはね、スタジオがあるんですよ、ここの今撮ってるところ、この撮影してるところが、レコーディングできるブースがあるんですよね。で、こっちに、Mac でかいのがあって27インチあって、ほんでそこで、レコーディングできる環境なんですよ。だからね、ラッパーの仲間、友達ね、音楽仲間がうちに、撮りに来るんですよ。要はここでレコーディングするわけなんですね。ここ2階なんですけど、ね、普通に上がってきてここで喋るんですけど、僕がねトイレ行くじゃないですか。その時にやっぱ玄関見てまうんですよ、どんな靴履いてきてんねんあいつみたいな感じで。これやらしいんですよね、なんかやめたいんですけどね。なんかそういうやらしいことがあるから、友達にはバレへんように見てる、これもやらしいんやけど、あのバレへんようにね、なんとかして、見てますね。見たい欲は絶対あるから、なんか見てまうのは仕方ないやろと、いう感じでね、バレへんように見てますね、こんなんしてるとスケベやな思うんですけどね、自分がね、むっつりやろうやなと思うんですけど、そんなんじゃなくて、普通にスニーカー友達中か、例えば宗師と僕が会うじゃないですか、あとドンキーと僕が会ったりとかするときに、お互いのスニーカー見るのは全然いいんですよ、これは。お互いなんかどんなスニーカー履いてきてるんやろっていうのは気になってる同士やから、見んの全然いいんですよ。だけどなんかそうじゃないやつ、要するにスニーカーヘズじゃないとか、あのおしゃれでスニーカーはあのおしゃれの一部として普通に履いてますよみたいな感じの、僕みたいにスニーカーがあのかなり好きでね、 T シャツの数ぐらいスニーカー持ってるようなやつ、からするとね、ちょっと見ちゃうわけじゃないですか、そういうどんな履いてきてるのみたいな気になるわけなんですよ。なんかスニーカー好き、だからこそ気をつけないといけない部分やと思うんですよ。先ほどね言ってくれたみたいな、この質問ね、ジョーダン・フォースワン好きでインラインレアグッズとして認定されているものじゃなくて、普通に買えますよというモデルのことインラインって言うんですけども、そういうねインラインモデル、履いてて、それを見た時にこいつジョーダン履いてるけどレトロ OG じゃないわみたいな感じのね見方する人、なんかプレネついてへんスニーカー履いてる人見下すような人ね、これ良くないですよ、これ本当に良くない。大体のスニーカーってそうやと思うんですけど、レア物を見てるというよりは、どんな靴履いてんねやろ、どんな服で合わせてんねやろっていうのを見たいから見てるっていうのがほとんどやと思うんですよ僕は。そんななんかね、あからさまにこいつなんか2万以下のスニーカー履いてるわみたいな、そんな感じでは見てないと思いますよと思うんですけど、見られてる方からしたらね、どういう風に思われてるか分からへんわけやから、ちょっと警戒するじゃないですか。だからこれはね、もう僕もそうですし、みんなスニーカー興味ある人みんなね、気につけなかったとこやなと思いますよ。見てまう、分かる。だからあのその見てくる人の気持ちは分からんでもない、ただ見下されてるっていうのはちょっとね良くないことなんでね、もう全部スニーカーただの靴ですからね、僕の持論ですけども、レアスニーカーであれインラインであれボロボロのコンバースであれ、もう全部普通の靴なんでね、だからそれ考えたらね、別にねなんか差をつけるようなもんでもないですけども、
やっぱりねスニーカー好きとか話題のスニーカー流行り物とか好きな人からするとやっぱりそういうところも気になるんでね、オフホワイト入ったらうわなんかエロ履いてんなみたいな感じになるのはねあると思います。それはミーハー心僕にもありますからね、そういう気持ちもわかります。実物見たことないスニーカーを履いてるやつ見たらちょっとテンション上がる気分あるじゃないですか。スニーカー好きあるあるというかね、ありますよね。でも気ぃつけましょうね、やられてる方はあんまりいい気してないかもしれんからね、はい